アロハグッモーニング DJ ソライズメロジャム TV、 今回はですね、はい、ドリームセレクション、秋のドリームセレクションを回していきたいと思うんですけど、すげえ悩みました。おまけ回収動画にしようと思ったんですけど、超絶2回弾けるんで、一応ジェムがちょっとね補充してあるんですよね。補充ずっとしっぱなしで、福袋とかにも使いたいなとか思ったり、そのなんだろう、フェスに使う、なんだろう、どうしようかなと思ってて、一応補充はしてあるんですよね。なんですけど、覚醒奥義、まあ、超絶1回回して戦技レジェマテ回してるんですけど、おまけ回収動画にしようかなと思ったんですけど、まあ、僕は魔石星5まだ全部クリアしてないので、その中の強化したいので、超絶もう1回回したいのと、闇ガチャでちょっといいの引きたいなっていうのがあるので、はい、せっかくなんで超絶はまだまだね輝くキャラがいるのと、サブアタッカーとかヒーラーとかにはねまだまだ欲しいのいっぱいあるので、なんだアニマレンズでもらえないものもあるので、それをちょっとゲットしていきたいかなと思います。ちょっと星5のね魔石生と闇残っているので、まあまだクリアしてない地と水属性かなも残ってるんですけど、そこは多分もうキャラ揃ってるんで、挑めば多分倒せると思うんですよ。挑んでないだけなんで、生と闇はねちょっと自信ないんで、まあ楽趣味は倒してるんですけど、ちょっと魔法系寄りのパーティーちょっと心配なんで、まあ、そういった強化もしたいっていうのもあるので、まあ、とりあえずジェムで回してみましょう。秋のドリームセクション2019超絶ガチャですね、闇ガチャ。まずここでね、なんだろう、欲しいものもゲットしたいかなっていうのもあるので行きましょう。ホロイムはイデオ、ティナちゃん覚醒、ここで引いていきたいですね。あとシリーズチェーン、モグちゃん、こういうところでゲットしたいです。レッツゴー。あとエース覚醒とか欲しいですね。ボンボクラー1個ですね。でも1個引き当ててますね。虹1個あったらなんだろう、これから交換するやつでレジ待て未処置のやつ、ティファちゃんとか持ってないやつがあるので、ティファガネトット持ってないのがあるんで、それ引きたいですね。それをちょっとおまけで回収しようかなと思ってたので、それを引けたらと思います。あと未所持で、キャラ強化したいのは誰だろう、まあ、エースとか、エース最近気に入ってるのでエース系ですかね。エースのシリーズチェーンは欲しいですね。そしたらかなり霊式強くなるので、その辺回していきたいかなと思います。レジマで何が欲しいかな、ティファちゃん、ティファガネトット、その中で持ってない未所持欲しいですね。レッツゴー。ホロイムは、いでよ。あ、でも魔法キャラですね。この変な棒、絶対見たことないですね。では、ティナちゃん。うわ。これ、非化繊じゃないですか。多分持ってるよな、多分。うわ。ちょっと、実は非化繊を今回、ボンボクラ、非化繊超絶。しかもこれ、非化繊の超絶手に入れようと思ってたんですよ。しかも、これって多分あれですね、最後にブラッドフィニッシュですよね。これドリームでおまけでゲットしたんですよ、1年か2年くらい前に。ボンボクラー闇ガチャ微妙ですね。ラファタンのなんかバーストをゲットしましたね。まあ未処置だからいいでしょう。ラファタンゲットしました。うわ、非化繊の超絶はちょっと微妙だったな。闇ガチャ微妙ですね。オッケー、重ねられたら重ねよう。防具重ねましょうか。まあ、不幸中の幸い、強化ついてますね。まさか、この超絶で実は非化繊の正反射ゲットしようと思ってるんですよ。物理は。で、魔法は、ホープくんの正反射。反射でゲットしようかなと思ったんですよ。うわぁ、非化繊引いたか。まあ、しょうがない。これはしょうがないですね。ってことで、今回メロジャム TV ファナオたちレコードキーパー、今回この辺で終了です。別動画ですね、おまけ全部ゲット動画あげるので、それも見てくれたら嬉しいです。DJ ソラズメロジャム TV チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。